こんばんは、パーソナリティの小林美明です。こんばんは、アシスタントの平野恵子です。涼しくなりましたね。ずいぶん、そうですね、虫の音がね、はい、なんかこう賑やかに、そうですね、オーケストラが鳴ってるなっていう感じになりました、はい、秋もだんだん深まってくるんでしょうか。季節を感じます。はい、食べ物にも季節を感じますが、いいですよね、はい、で、まあ秋といえば運動といえばオリンピック流れを作りましたね。無理に作っちゃいましたけど、オリンピック、はい、パラリンピックに向けてですね、はい、あの新国立競技場への思いっていうのを、ちょっと小林さんの思いっていうのを少し話伺って、はいはい、この後どういうふうに展開すればいいなっていうことをね、はい、ちょっとなんか全体青写真が見えないの で、 そうです、ね、この辺りでお話を伺ってもいいですか。はい、あのよくオリンピックレガシーっていう言葉が、はい、今年よく使われていて、要はあのオリンピックパラリンピックやった後どんな資産を国に残すんですかっていうのが、まあ、結構大事なテーマなんですよね。というのが今まで例えば、ギリシャとかですね、他の新興国でオリンピックやったんだけれども、まあ、会場は大きいの作ったけれども結局そこは使われていなくて、なんか大きい負債だけ残っちゃったねっていうのが、まあ、多くあったものですから、はい、あのオリンピックの IOC ですね、委員会の方もやっぱりなるべく後の時代にもいいものになるオリンピックをやるっていうのがテーマになってる。でじゃあ日本としてのその残すべきものって何なんでしょうねっていうのが、はい、実はあんまり共有をされていないと。で今回の問題で、結局私が思ったのは、はい、あの今までの日本のスポーツ行政っていうのは実は体育だったなと、うん、コンセプトはですね、はい、スポーツ行政にはなってなかった、体育だったんだというふうに思っていて、それを本当にスポーツとして、回るものにしようというのが大事なコンセプトなのかなというふうに思ってます。というのが、あの今回も2500円ぐらい箱でかかるとですね、はい、そんな高いのあるかっていう話になったんですけど、これ最終的にはですね、2500億かかっても後でそれで3000億収益が上がる箱なんだったらいいわけですよね、はい、皆さんにとってもいいということなんですけど、はい、そもそもそういう事業計画ないわけですよ。なんとなく豪華な箱作ろうみたいなところで、なんとなくアスリートファーストって言って、はい、陸上競技場に、ね、競技場の競技する人にとって一番であることがベストなんだってことをおっしゃってるんですけど、はい、実際有森裕子さんなんかは本当に涙ながらに言ったわけですけど、そんなことにお金かけるんだったら選手強化にお金を使ってもらう方がアスリートファーストだって言ったわけですね、はい、で本当その通りで、やっぱり観客が見に来たいと思う競技場であって、はい、その競技場で、選手を見て、そしてそこで上がった収益がやっぱり選手の強化だったり子どもたちのスポーツ強化に回る。いつまでもこの成熟国のですね、日本の小学校の体育館があんな蒸し風呂みたいになっていて冷房がついてないって、こんな成熟国ないんですね。ですからその体育だったものからやっぱりスポーツに変える、これが重要なテーマなのかなというふうに思います。もう一個象徴的にぜひ皆さんに知っていただきたいのは、はい、成熟国と呼ばれる先進国には国立競技場というのはないんです。国が建てるものではもう競技場はなくなってきていて、やっぱり民間とか地域とかですね、はい、あのそれこそサッカー協会なんかが建てて、でそこでちゃんと事業を回していって総合的に運営費を捻出をして、でそこで生まれたお金をまさに選手強化に回していくということをやってらっしゃるので、そろそろ日本ももう成熟国としての行政に変わっていきましょうと、スポーツ行政に変えましょうということがぜひこれを機にやりたいなというふうに思っています。はい、これはできますか。ここは本当に今勝負どころでですね、なかなかその時間の問題がっておっしゃって、受け止めてもらえないところがあったんですけれども、我々の自民党の若手で勉強会やったら70人集まったんですね、はい、議員だけでですね、これはもう一気に流れは変わったなというふうに思ってまして、みんなの頭の中が変わったわけですから、必ず実現をしたいなというふうに思います。はい、はい、またその都度何かこう変化があるたびにですね、はい、この番組でも報告をしていただきたいなというふうに思います。そうですね。番組へのメッセージはメールアドレス deban@fm777.co.jp、 ファックスナンバーは 084-920-8765、 レディオビンゴ小林文明のあなたの出番ですまでお願いします。レディオビンゴのホームページから Facebook への投稿もお願いします。またサイマルラジオ24時間放送です。パソコン、スマートフォン、タブレットでいつでもラジオ聞き放題。詳しくはレディオビンゴのホームページをどうぞご覧ください。この番組は、コーア物産、
カネソ22の提供でお送りします。サロンデトーク、今夜は MC ネーム 3G こと大畑陸さんと MC ネームグーフィーこと坂本大成さんをお迎えしています。 3G&グーフィー It comes into play 出番です。やーまーす。やーまーす。こんばんは。こんばんは。すごいですね、このラッパーの挨拶っていうのは。そういうもんですか。はい、ヤーマンって言いました。そうです。これどういう意味なんですか。まあもう挨拶です。挨拶ね。はい、ワッサーとかワッツアップとか。ああ、ワッツアップをこうワッサーだってね。そうですね。そうなんですよ。というわけでラッパーのお二人に来ていただいたということで、はい、MC ネームってのなんですね。はい、そうです。 3G、 これは 3G、はい、大畑さんが 3G、はい、で坂本さんがグーフィーです。グーフィーですね、はい、これ自分で決められるものですか。そうですね、はい、もう俺これっていう、はい、もうスピリチュアルにインスピレーションでこう決めるって。そうです。なんかいろいろ考えて、はい、なんかバッて見て、まあ、僕の場合なんですけど、はい、かっこいいなっていう形があって、はい、で後からなんか意味つけるみたいな感じです、はい、グーフィーは、グーフィーはあのみんなから、まあ、呼ばれやすいっていうか、結構違うキャラクターでもいるじゃないですか。そうですね。それとまた違う感じで、はい、かっこいいグーフィーが、おー、はい、という意味でこうつけた、はい、まあ、呼びやすいってのはいいですよね、はい、本当にこれ呼びやすいですよ。 3G も結構他でね言うこともあるんですよ。私通信出身ですから、なんか通信で 3G ってあるなみたいな。呼びやすいってのはいいですね。でもこの2人とも今高校2年生ですね。はい、はい、中学校は同級生だった。そうですね、同じ中学校行ってて。なるほど。でこの2人がなんでラップを今やってるの。そうですね、その僕がなんか最初にそのもともとそのヒップホップとかラップっていう音楽が好きだったんですけど、そこからなんか何ですかね、ラップ俺らにもできるんじゃねみたいな、はい、いう風潮になって、でその友達にそのラップを送ったら、そのラップにグーフィーがハマっちゃって、はい、でなんかそのじゃあラップやろうやみたいな、俺らもできるんじゃねみたいな感じで、その始めたのがまあきっかけで、そこから今に至るって感じです。その時はどんな感じだったんですか。いや、もうった側としてぶち食らってってるんですかね。なんかそのラッパーっていうか、まあ自分全然そういう文化とかにあれだったんですけど、もう正直に食らったって感じで、まあ自分たちがそこからラップしてったらいろんな人が認めてくれたりっていうのもあったんで、今までっていうか今もやっていけるっていうのはありますよね。普通に最初周りどんな印象でした。何やっとんあいつら。やっぱそういう部分はあったですね。バカにされたりとか結構あったりしたんですけど、まあそこは自分たちの過ぎるっていうか、それでカバーしました。あ、じゃあもう実際にやってみせたんですか。そういうのもう何やってんのっていう人たちに対して、何やっとんっていう人に対して、廊下、学校の廊下でなんかその見せるってわけじゃないですけど、それこそなんかステージにまあ立つことなんで、ラップ人に見せると意味ないと思うんで、まあ人前でやるのもまあ慣れるしっていうあれで、そのわざとなんかそのクラスのみんなも見てる前でやってたら、なんか他の友達も俺もやりたいみたいな感じになって、まあ始まりは俺とグーフィー2人なんですけど、そっからなんか俺もやりたいってやつが出てきて、そっからなんか結構本格的にやり始めた。じゃ結構輪が広がってったんですね。そうですね、でもすごいですよね。普通はなんかこう、まあ普通って言っちゃいけない、一般的にはこう部活、何か部活やってたりとか、まあ、吹奏楽部やってるっていう時期じゃないですか、はい、その中にこう2人だけがなぜか急にラップを始めたっていうのは、はい、結構クラスで衝撃的だったんですね。そうですね。いや、なんかもともと僕もバスケで、はい、グーフィーがバドミントンやってて、はい、あの引退があるじゃないですか、ええ、中3の秋田、はい、に引退があって、引退して その、まあ、それまでは本当バスケとかにスポーツに熱を注いでたんですけど、なんか引退して暇じゃなみたいな軽くそうなって、はい、なんかそのラップ、それも理由ですね。なんかラップやろうやみたいな部分があって、はい、時間あるしちょっとやってみようぜっていう、はい、LINE で送られてきたんでしょ。いやですね、 LINE で、はい、まあちょっとこれ聞いてみてっていう、はい、あれで聞いたらやばってやって、そっからもうのめり込んでっていうか、はい、それでまあ引退したら自由じゃないですか結構、はい、そうだ、もう学校終わっ
ったらもう遊びに行くっていうのがみんなだったんですけど、帰り道ラップしたりとかって言ってちょっとまあ揉めたこともあったんです。それででも結構部活がそのラップに変わったみたいな。確かに、なんか急に引退でもう部活なくなりましたって言うともう何やっていいか分かんないですね。遊び放棄でもなんかつまんないし、なんかやることを見つけたいなっていう感じで、それでこう見つかったっていう感じで、はい、ワーッと練習したっていうことですけど、これあのラップっていう、まあ、ヒップホップそしてラップっていうものをあんまりこう知らない人にとっては、はい、なんかこうジャンルがあるのかなとか、はい、なんかこう得意技とかあるのかなっていうのは分かんないと思うので、その辺ちょっと教えてもらっていいですか。まあ、まずなんか、まあ、基礎的っていうかあれで、なんか韻を踏むってあるんですけど、はい、その似た言葉で母音で踏むんですけど、はい、例えばグーフィーだったらジューシーとか、はい、まあ、似た言葉じゃないですか、はい、そういうのを踏むとか、あとフローとかいうのをそのフリースタイル その輪になってみんなでラップすることをサイファーって言うんですけど、はい、そのサイファーでそのみんなでその技術を磨くんですよ。フローはその歌い方、人それぞれのなんか声の感じをうまいこと使ってそのな図太い感じにするかその緩い感じにするかとか、はい、そういうなんかいろんなジャンルがあって、それがその曲調にも現れたりとかする感じです、はい、スタイルを出していくって文化ありますよね、はい、私もスノーボードやってたんですけど、はい、やっぱり滑り方もどういう滑り方をするんですかってのはやっぱりスタイルが出るって、はい、歌い方もそういうスタイルを出したい、はい、そうですね、うん、でこれラップの種類っていうのは大体どういう種類が、そのまあなんか簡単にまとめたらその悪い感じの種類とかもあったり、はい、そのなんかおしゃれな感じとかもあったりとか、それこそネットラッパーっていうのは最近結構ネットラッパー上がってきて、はい、なんかそのネットの中でそのラップだけをしてその YouTube とかそのニコ生、はい、ニコニコ動画とかを使ってその有名になっていく人とかも出てきて、そのいろんなジャンルが出てきて、その悪い感じとかこう軽い感じ、おしゃれな感じっていうのは曲調で表現をする、はい、そうですね。とかあのまあ俺らはその悪いことしてその本当のことを書くのがやっぱ自分の音楽だと思うんで、はい、その俺らは別になんか悪いことしてって感じじゃないんで、はい、あのそのこそ、まあ、学校の歌とかも書いてあったし、はい、その地元のこととか、はい、それこそなんか、まあ、服のこととかだったりとか、はい、遊びに行こうぜっていう歌作ったりとか、そのなんか生き方も出るよ、ね、はい、やっぱり、うん、確かにあの自分で言葉を作ってくるんですよね、はい、だから基本的に自分の経験から来るものを、そうです、ね、正直に話していくっていう感じですね、はい、だからそうすると、まあ、基本的にこう高校生になってきた、でそうするとこう地元で暮らしてきた中での思いっていうのをそこで発表して、そうですね、でその中でサイファーっていうのが、まあ、よく2人がやってることなんですよね、はい、それがさっき言った輪になってこう即興なんですか。そうですね、即興ですね。その時その場その場で思ったことをなんか、はい、フリースタイルって言って、まあ、即興で自由に、何も決まってない、はい、何言ってもいいって、今の気持ちでもいいし、はい、相手に思ったこととか、はい、言ってもいいです、ちょっとどんな感じかこれやってもらえるか。ああ、うん、大丈夫、はい、いきますか。 OK ですね。 Yeah 隣にグーフィー、俺はジューシーなライミングをフーティーにかますだけ、 Just do itカスのラッピーなんて聞く気はね、打ち込むだけ、これがサイファーのやり方、足かせなんて外してやるぜ。 Yo, I'm a goofy、 Yo, 横には 3G iPhone で 4G 3G よりもやっぱ新しいこいつの方が、こんな感じでラジオでもいい、あなたと一緒によりも体とビートに乗りながらライム吐く、俺がグーフィーって感じですすごいっすね、すごいっすねこれ本当に全然セリフ読んでないですから、ぜひ動画見てみたいと思いますけど、全く書いてない。そうですね、なんか即興思ったことって感じで、なんか思いついてバーっていう感じで、それはこうやり慣れていくと、はい、言葉が出てくるようになる。そうですね、やっぱ練習、はい、練習でもなんか慣れっていうのもあるっす。そうですね、はい、まあ、数数踏んでるっていう、はい、はい、どこで練習してるんですかそれは。まあ最初はそのさっき話であったみたいに、その廊下でやってたんですけど、それでなんか福山 その銀、俺の学校以外 そのラップをしてるっていうその同世代の人とかに出会って、福山の地下道なんですけど、はい、そこに行って
てなんかみんなでラップしようやみたいなその、うん、他の人とかもでそのサイファーっていうんですけど福山サイファーって言って地下道で活動しててっていう感じでその地下とかでやってますね。うん、今何人ぐらいって今20いかないぐらいですね。うん、でもどうやって増えてくるんですかそれは。ああなんかまあ僕らが最初なんかやろうぜって話をしたメンツがまあいてそれをなんかそのまあ SNS それこそ Twitter とか YouTube とかでまあ流してその広めたらその情報を見た人が見に行ってみようかなと、はい、俺もやりたいなとか思ってくれる人がいてで来てくれてでまあ俺らと打ち解けてじゃあラップ一緒にしようやってなってそのどんどん増えていくって感じですね。へえ面白い。今も地下道でやってるんですよね。そうですね、はい、さっきまでしましたね。あ、さっきまでやった。さっきまでやってました。毎週土曜日の夕方ぐらいから、はい、夕方何時何時とかってあるんですか。いやもうなんかルーズなんで、まあ、基本なんか4時ぐらいに集まってでなんかまあグダグダやって、はい、あれ地下道って結構何本かあるじゃないですか。はい、どこですか。ファミマのファミリーマートの、はい、なんて言えばいいですかね、まあ、結構なんかそこまで駅近くなって、はいはい、あのリムじゃないの、あのローズアイネスのアイネス、はい、アイネスらへんアイネスの角にあるあのファミリーマートから、はいね、あの宮通り側に渡る、はいはい、そうですね、あの地下道ですね、はい、まあ、地下道を探したらまあどっかに聞こえてきますよね、はい、皆さんね。そうですね、夕方4時ぐらいから聞こえて、これ年齢制限なしで。そうですね、もう、はい、したい人は誰でも見たい人は見たい。入ってもいいですか。入れて全然大丈夫ですね、はい、フーミーとかって言ってたんですか。全然もう、ね、いや、ね、今フーミーディスられないですか。ディスられないです。ディスられない、はい、逆にヤーマンですね、そこは。そこはヤーマンですね。なんか大歓迎って大歓迎そんなお二人が曲まで作っちゃったね。そうですね、はい、ちょっとこの辺でお届けしたいと思いますので曲紹介お願いします。いや、これマイフットって歌なんですけど、なんかまあ俺らがその思いがある場所のことをその歌って、それこそ学校の帰り道とかでそのフリースタイルのラップしたり、まあ学校帰り寄り道してみんなで語り合ったりとかいう場所のことを書いた歌なんで、でまあ自分たちが始めたきっかけっていうのがその場所で、やっぱり一番思い出があるっていうか、で福山の地下でもやってたんですけど、やっぱ初めはそこだったんで、そこの歌をその場所の歌を書こうっていう、伊勢ヶ丘っていう場所なんですけど、でその場所を書いた歌ですね。そう、マイフット。マイフット。ではお届けします。サロンデトーク、今夜はゲストに MC ネーム 3G こと大畑陸さん、そしてグーフィーこと坂本大成さんを迎えしています。後半もよろしくお願いします。よろしくお願いします。あそこはそんな感じで、もうなんかだいぶなんか、うん、あれですね、緊張感なくてよかったよかった。ごめんね、怒んないでくださいね。はい、プロっぽいね、なんかこれ CD 聴いてると。あ、すごいですね。まあ、これ録音するのもオレンジの録音機材、へぇ、お父さんに借金して、はいはい、ちょっと買ってもらって、まあいつか返すんで。なるほど。ビッグになってね。そうそうそう。すごい家でやったんですね。そうですね。すごいですね。でもこんな実力をあるからこそ、高校生ラップ選手権っていうのに出てるんですね。はい、そうですね。前回と前々回僕出て、はいはい、まあどっちも1回戦負けだったんで、まあまだ悔しい思いは残ってるんで、はい、まあ、また行けたらぶっかましに行きたいです。ちなみにこれは全国大会ですか、高校生が。そうです、なんかそのオーディションをして、はい、その中からそのうまいって思った子かな、その、はい、なんかまあオーディションを受かった人が16人全国で集められて、はい、まあ前は東京で2回泊まって、で次が大阪らしくて、お、まあ地元に近い大阪でやりたいなみたいなチャンス、はい、ちなみに今年は出れるかどうかっていうのは。そうですね、まあ分かるんですか。どうなんですかね。まあ楽しみにしてる感じです。もう予選はあった。はもうありましたね。あった。はい。結果発表は。は今晩。今晩。なんと今晩。はい。知らないですよね、もちろん結果は。いや、どうなんですかね。どうなんですかね。もう今晩。今晩。まあ楽しみ。全ては発表は今晩という。そうですね。何時から。
9時から放送らしくて、おー楽しみ、すごいっすね。でもこれラップ選手権ってどういう形式なの、はい、本番はどういう形式なんですか、本戦に進むと16人がそのトーナメントで当てられて、はい、本当その、ま、スポーツの試合と一緒で戦って、はい、勝った方が上がって、はい、戦って、はい、で、まあ、チャンピオンを決めるって感じで、さっきのスタイルですか、そのサイファー、あ、それがなんかまた違う、バトルって言って相手をけなし合って、はい、そのなんていうんですか、ね、観客を沸かせた方っていうか、観客がそのやばいって思った方っていうか、まあそういう感じで、なんかけなすっていうか、まあ、いじりですよね、はい、こういじんですよね、はい、お互いに。そこでその今までそのサイファーとかで磨いてきた、はい、その陰とかフローとかを出す場所で、はい、なるほど。こうもうキラーの印とかあるんですか、もうこの印は結構こうどこで言っても入れ込んでいくとこうウケるなとか。ああ実はなんかそんなんじゃなくてなんか相手が言ったことに対してバッて返すみたいな、あでそのバッて言われたことでバッて踏む、またそれを引っ張ってきて踏むて、そう、はい、それが一番効くかなと思います。そういう意味ではもう事前にほとんど準備できないっていう感じがする。そうですね、はい、相手のリサーチとかってあるんですか。それがなんか当日まで相手誰に当たるか分からなくて、はい、もう当日任せで、そのまま磨いてきたその即興のスキルを、はいはい、当日バーンって出すって感じなんで。へえ、じゃあもう準備はできないと。そうですね日頃の成果を出す。そうですね、はい、面白いですね。で一方でこれ大和さんは中学校までバスケットボール、そうですね、でキャプテンやってたんですね。はい、チームでベスト8、福山市のベスト8。そうです。で坂本さんの方はバドミントンの中国地区予選1位とか、はい、中国地区1位ってことですか。あの国体ってあるじゃないですか、はい、でミニ国体って言うんですけど、はい、中国ブロックで、まあ、県で3人があの選抜されて出る団体戦の大会で、はい、まあ、代表として出て1位通過しました。すごいですね。どうですかこのラップとスポーツの関係って何かありますか。いや、やっぱりラップだけしてる人っていうのはそのなんていうんですかね、スポーツやってたらやっぱ礼儀とかマナーっていうのもあったりとか挨拶だったりとかそういうのがやっぱ結構身につくんじゃないですか、うん、でラップと、まあ、スポーツって言ってもやっぱどこかしら一緒の部分というか出てくると思うんですよ。やっぱ普通の社会っていうか出ても挨拶っていうのは大事になると思うし、まあその辺はスポーツやっててラップやっててってなったら、まあ、やっててよかったなっていうのもありますね。あとなんか、そうですか、はい、なんかその同じその、まあ、ステージとコートの違いなんですけど、はい、その部分も一緒じゃないですか、はい、あの集中力とかそのメンタルとか、まあ、精神面もだし、はい、なんか技術はまあ全くその別物になるんですけど、まあ、練習してやっていくのも一緒だし、はい、そういう部分で結構なんていうんですかね、強くなれる、あの緊張になれるとか、そのまあ試合とそのラップの試合も一緒だと思うんで、その慣れがつく、はい、まあ、ライブとかだったりだったらあの観客が見てるわけじゃないですか、スポーツでもそうです、ね、ライブでも、はい、でその上で試合したりステージ立ってラップしたりっていうのだったらやっぱ緊張もあると思うんですけど、まあそれの舞台に初めて立っても普通にかませるっていうか、うん、そういう部分ではやっぱいいなって思います、うん、でもこれより難しいなと思うのはあのバスケットだったらゴールを決めたらで、もちろんバドミントンでも、ね、こうスマッシュを決めたらっていうのはデジタルに結果が分かるけれども、はい、このラップって言って人の気持ちをどれだけ動かせるかっていうところじゃないですか、はい、そこって難しいんじゃないかなと思うんですけど、そうですか。その部分はもうなんかあれの違いな、その、まあ、それこそなんかどっちかが点とかじゃないし、はいはい、どう決めるかってもうその時の調子にもよるし、やっぱり、はい、なんか、まあ、それにを勝てるようにしていくしかないと、ないとトレーニングしてどんだけ自分出せるかっていうのもあると思います、試合と一緒で、はい、伝えたいものが乗っけられるかっていうことですね、はい、そういう意味ではこう最後にラップでこう伝えていきたいメッセージ、もしくは今後の目標があったらちょっと教えてください。そうですね、まあ俺らも元はというとそのラッパーを見てラップ始めたんで、今度はなんか俺らを見てそのラップ始めるって人が出てくるのが一番嬉しいし、はい、
佐藤さんどうですか。自分もまあ憧れだったんですけど、憧れとか、まあ、夢とかそういうのから始めて、でもやっぱそういうのをちゃんと叶えれたりとかっていうのはやっぱ大事だと思うっていうのはあります。でも本当あのマイフットを聞いただけでもその故郷への思いみたいなのがすごく伝わってくるので、はい、ぜひあの福山を盛り上げたいみたいな思いがあるって言って、そうです、ね、ぜひ頑張ってください。はい、はいはい、じゃ あの予選突破をこの後発表があるっていうのを祈ってます。はい、はい、頑張ってください。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。今夜のゲストは 3G こと大畑陸さん、グーフィーこと坂本大成さんでした。すごいですね、あんなに言葉出てくるんですね。かっこいい、かっこいい。始めませんか。ごめんなさい、マイク使いはやりますけどね。いい感じですよね。いい感じですよね。はい、楽しみです。今夜9時から ね、はい、楽しみにしてお待ちしたいと思います。皆さんも見てみてください。それでは今夜もお相手は小林美明と、アシスタントは平野恵子でした。また来週この時間にお会いしましょう。この番組は興和物産金曽二州二の提供でお送りしました。はい、ぽい感じ、ぽい感じ。かっこいい。こういう感じなんですか。いや、なんか、まあ、それもそれ今日。